万宝店順ココアの缶詰1899年のヨハン・ヘオルフ・ファンカスペルによる万宝店の広告ポスター万宝店はオランダの食品メーカー。1828年にココアパウダーを世界で初めて作り、ココアの代名詞ともなっている世界的企業。社名は創業者の名前による。同社は1962年にアメリカの WR グレース社に売却され、 その後の変遷があり、現在はフィリップ・モリス社が経営しているがブランドは保持している。日本では片岡物産が代理店となっている。なお、バンホーテ店の正確な読みはファンハウテンに近い。カスパルス・ファンハウテンは1815年にチョコレート工場を創業した。1828年にはカカオ豆からカカオバターを除去して、 ココアパウダーを作る製法の特許を取った。クーンラート・ヨハネス・ファン・ハウテン、クーンラート・ヨハネス・バァン・ホーテン、1801年から1887年、英語流に、コンラット・トモユーは、ココアにアルカリを加えて、水溶性を高め飲みやすくする製法を導入した。ダッチプロセスとは、バン・ホーテンが1828年に発明した、世界初のココアパウダー製造法である。 収穫、ココアの原料であるカカオをカカオの木から落とし、実から豆を取り出す。発酵、乾燥、選別、実から取り出したカカオ豆は発酵させた後、水分を飛ばして、天日乾燥させる。分離、焙煎、粉砕、除去されたカカオ豆をカカオニーブと呼ぶ。このカカオニーブをさらに焙煎する。マサイ、カカオニーブにはココアバターと呼ばれる。 脂肪分が多く含まれている。それをすりつぶし、カカオマスを作る。作油粉砕、ココアケーキをロールで粗く砕き、さらに粉砕機で細かい粒子にする。この細かい粒子がココアパウダーである。完成これらの工程がダッチプロセスと呼ばれる。チェブラーシカ・カタオカブスさんは2010年12月にロシアの人気キャラクター、 ジェブラーシカをデザインした限定感を数量限定で発売した。デザインはクリーム色と水色の2種類。大好評につき、翌年の2011年12月にデザインをリニューアルし数量限定で発売をした。ガラスの仮面片岡カブスさんは、万宝店ココアブランドサイト及び YouTube 上に漫画家の三内鈴江の作品。 ガラスの仮面とコラボレーションしたウェブ限定ムービーを2017年11月15日から公開した。ありがとうございます。